e ナ x 8 0は1978年に東芝から発売されたワンボードマイコン e ナ x 8 0写真ではオーディオカセットインターフェースがアンテナ切り替えボックスに接続されているので配線としては誤りである。正式名称は TLCS-80AEX-80 で既製品の t l c s 1二栄養。 評価ボードの上位モデル。CPU には、インテル8080 80系の TMP-9080、AC が使用され、入力装置として16新キーボード、出力装置として8桁のセブンセグメント LED と、テレビインターフェース、入出力制御用のモニタプログラム、プログラムの入出力を行うための、オーディオカセットインターフェースを備える。標準価格8万5千円。 テレビインターフェースは10桁26行のテキスト表示ができ、プログラム入力や任意のテキスト表示が行えるほか、モニタープログラムを使用して、プログラムの逆アセンブルやレジスタの内容表示を行うことが可能。基板上のスイッチを切り替えることで、RAM の内容を32128ドットのビットイメージで表示させることも可能。テレビ音声からはキークリック音が出力される。 i オーポートは、インテル8255と互換性のある、TMP9555C を使用した8ビットのポートを3つ備えている。ポート単位で入出力が指定可能で、さらにこのうちの1つは、上位4ビットと下位4ビットでそれぞれ入出力の指定が可能。後に電化版の EX-80A が、標準価格65000円で発売された。 ex-80 との違いは以下の通り、ありがとうございます。